こんばんは。こんばんは。うぷ主は微妙に花粉症がぶり返して体調不良ですが、皆さんはゴールデンウィークどうお過ごしでしょうか？さてさて、今日はアウェイの岩手戦でしたね。過密日程の2022年シーズン。早いもので、3分の1を消化しつつあります。岩手は開幕直後は良かったのですが、怪我人なども多く5連敗中でした。今日もブレンネルと中村が不在など苦しい台所事情だね。その影響か去年の組織だった攻守の連動は特に前半見られませんでした。おかげでハイプレスをかけない状況でも守備がある程度機能していて、2点を先行することができたね。ハイプレスは戦術的なものだったのか、メンバーの疲労からなのかは、わからないけどね。さすがに今回は珍しくハーフタイムで、2枚替えを行ったので、戦術的な、ものだと思いたい。今回は、交代選手2名で得点を取れたんだから今後も無理に交代を引っ張らずに、先手先手で仕掛けてほしいです。このまま三島選手が出番を得ていけば疲労が見える竹本を休ませながら、回していけそうなので、期待だね。ただ課題はやっぱり守備ですね。判定がどうであり押し込まれて PK 献上。今のルールはただ手に当たればハンドではないよね。PK 外してくれて助かりました。最終的にはブザービーターで1失点となり2回目の無失点にはなりませんでした。場合によってはドローに追い込まれる可能性があった試合よね。押し込まれた状況で陣地を挽回できないのは一つの課題です。その辺は中原とか上手かったよね。落下点予測がうまくロングボールを受けたり単独のドリブルで陣地を挽回したり、していましたね。その辺は、そろそろ復帰しそうなターレスに期待です。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録コメントをお願いします。それでは、チャオ。